浜野の本という本、その中で今日話したようなことも書きました。まあ、一つはあの芸能の マスコミというものがね、あの芸能ジャーナリズムというのが誰が別れたとかはったくっついたとかそんなことばっかりに興味持って、じゃあこの音楽の本質は何なんだとか、この音楽現象は何だとか、状況は何だとかなんて記事なんか週刊誌なんかこっから先もないじゃない。ね、だからそのそういうことがね、その本当に象徴してるよね。そして来てないはずの新聞や雑誌になぜか記事が載ったり、ね、その人を論じるのにその人の芝居を見たこともない、その人の音楽を聴いたこともない、ただなんとか現象みたいなことを言う。だからそういうのは僕らみたいな昔かたぎのジャーナリストの目から見るとひどいなと。やっぱり初めにね、ただ音楽の国だけがあったのです。他のものは全部邪魔なんです。そういうふうに考えなきゃいけない。何でもかんでもがね、お金に換算される世の中というのはどんな人間を不幸にしね、愚かにしていくかってことね。音楽だけはせめて守りたいと思う。